沖縄県尖閣諸島周辺において、我が国日本の排他的経済水域 EEZ 内で、中国が勝手に設置した海上部位問題が波紋を広げているのはご存知だろうか。設置して約3ヶ月が経過したが、日本政府は抗議すれども撤去せずという対応に全国民が落胆している。周辺海域は普通に民間船舶の往来も多くあるため、事故など不測の事態が起きかねません。また、尖閣諸島周辺では中国当局の船も連日確認されているため、身勝手な中国漁船の侵入などがエスカレートする恐れもあると、地元漁師たちや海上保安庁の危機感は強まっている。岸田文雄政権は、指をくわえたまま見過ごすのか、気になる対応について、今回は一緒に見ていきましょう。どうやら、今回の部位は、中国の海洋調査船公用紅22が7月1日から2日未明にかけて設置したらしく、尖閣諸島の魚釣島の北西約80キロで見つかった。もちろん確認して、すぐ日本政府は中国側に抗議し、撤去を求めているが、海上保安庁によると、10月5日時点でブイは浮いたままのようだ。ブイが設置された周辺は黒潮の流域で、そこから北上する船舶にとっては、海流に乗ることで燃料費をカットできるメリットもあると言われている。とある大型外航貨物船の現役船長は、わざわざ揉めている海域に行くなという海運会社もいくつかあるが、香港や台湾の高雄、アモイなどに寄港する船舶が、この黒潮ルートを使うことはよくある。一般論として、ブイが船体に接触して損傷する恐れは確かにあるが、最も怖いのは、ブイを係留するロープやチェーンなどが、船体のプロペラに巻きつくことで、大型船でも停止してしまう場合があるとコメントしている。尖閣周辺海域では、2018年にもブイが確認されているが、その当時、現場は、どう対応したのか知っていますか？その当時をよく知る元第三管区海上保安本部長の遠山淳二氏は、今回のブイについて詳細はわからないが、2018年当時のブイは、本体が金属でできていて、海底にあるシンカーまでチェーンで係留されていた。しかし、錆による劣化や波の力でチェーンが切れて漂流してしまい、付近を航行する船舶の安全確保や尖閣への漂着を防ぐために海上保安庁が曳航しつつ、調査した経緯がある。ブイを置いた目的は、波の高さや風向、風速など気象観測用とみられ、中国海峡曲線の航行の参考になるデータを送信していた可能性も考えられると語った。さらに、遠山氏は、ブイが勝手に設置される危険性に関して、尖閣周辺海域は、民間船舶の往来も多いことは、関係者であれば誰もが知っている。レーダーには映るものの、急な天候不良時や夜間など、視界の悪い時に付近を航行する船舶と衝突する危険性もあり、安全な航行に支障が出ることは間違いない。ブイと接触した場合、船体が凹んだり、最悪の場合、亀裂が入ったりするリスクも考えられると指摘した。2018年に、地元の石垣市議会で、尖閣諸島周辺海域における身勝手な中国によるブイ設置に対する抗議と即時撤去を求める要請決議を速攻で可決した。同氏の仲間仁市議会議員は、ブイを設置したということは、やがて中国の漁船が侵入してくることを示すのかもしれない。昨今、日本の領海にも中国公船が侵入して、日本の漁船が追尾される事態も発生しているが、我が国の政府は、強い対応を打てない。漁業界において、危機はすでに起きていると警戒を強めなければいけないと主張した。当然、日本の EEZ 内に中国がブイを設置したことは国連海洋法条約に違反しており、撤去するかしないかは政府判断との見方もあるわけだが、日本政府は口で言うだけの弱腰である。遠山氏がブイ撤去にはどのような手段があるのかと問われて、一般船舶の安全航行への支障となるという理由から中国側に撤去を求め、それに応じなければ海上保安庁が撤去し、
中国側に引き取りを求める方法も考えられるが、中国側の出方は安易に予測不可能だ。2018年の事例では、海上において、海保が中国の海洋調査船に引き渡す形となったが、これは、すでにブイが漂流していたことが前提となったものであり、今回とは状況が違うと答えた。実害が発生してからでは遅いと語っていた自民党の山田博参院議員は、万が一にでも、一般船舶に事故が起きた場合、そこは日本の海域なので、放置した日本の責任まで問われかねない。安全保障環境も刻一刻と変化する中で、前例にとらわれてはいけない。リスクを未然に防ぐためにも、国際法に則って、主権の行使として、ブイを撤去しなければ、問題をより複雑にするだけだと強調した。今年の10月5日時点で、尖閣諸島周辺の海域において、中国当局の船が62日連続で確認されている。この横行は南シナ海でも行われており、他国の領土や領域を少しずつ侵食し、あたかも、自国のものであるかのように既成事実化して実効支配するのは中国の常套手段だ。日本も、たかがブイと放置していると、中国の思うつぼとなってしまうだろう。自国の領海内に無断で設置されたブイを撤去しないということは、設置しても良いと認めたも同然ではないでしょうか。なぜ、日本政府は撤去しないのか理解できない。これは、中国に弱腰というより、裏で、誰かが糸を引いているとしか思えません。日本のお家芸の一つとなってきた無駄な抗議だけをしたところで、中国は、痛くも痒くもなく撤去するはずがないので、海上自衛隊に、周囲の警戒を取らせて、その中で海上保安庁が撤去する形を取れば万全ではないだろうか。それをなぜやらないのか、すでに、日中のいろいろな辻褄が合わなくなってきているからだろう。日本国内の労働力の低下、高齢者への保障の拡大、財源低下に伴い、法人以外で国民への増税に頼り、適正労働対価がもらえてないから、国民は生活に疲弊し、格差も生まれる現状だ。しかも、労働力は海外から補填され、技術やノウハウは海外に吸い上げられてしまい、少子化のせいで、新たな技術革新のなり手も少なくなり、予算もつかないので、経済力のある親は、子供を私立学校に行かせて海外へ進ませる。その教育格差から経済格差が生まれて広がり、親ガチャ再燃ということになりかねません。日本の安全で豊かだった農水産物は、トリチウムやなり手不足で文句も多くなり、経済の頼りは、インバウンドや IR で海外に頼る政府と来ている。何とかしないと、さらに複雑で悪い方向へと絡まっていく気がしてならない。このように混沌としている状況の中、海外では、領海内にある中国のブイを撤去しました。アメリカは、領空侵犯した気球でさえも、戦闘機を使って撃ち落としているくらいです。領海内にあるものはしっかりと期限を設けて、それ以降は、撤去要請に従わないなら遺失物として、日本が処分すればいいだけです。その方法は、手作業で回収しても爆破しても何でも良いし、不安なら、中国に、文書の一通でも送ればいいでしょう。そこで名乗り出てこない限り、ただの漂流物だから関係ありません。日本には、撤去命令や執行権限のようなものはないのでしょうか。遺憾であるという言葉は聞き飽きた。行動に示すというのは口だけとしか思えません。豆ごと回避だけでは、陸上も海もゴミだらけになり、最終的には、日本がお金を払うという始末になる気がしてならない。最近は、中国のゴミが至るところに放置されているが、もしかすると、それも、彼らは、捨てているのではなく、布石として置いているだけで、実効支配に発展していく可能性も十分に考えられるのだ。